はい、どうもお邪魔してるの？メグとメンです。はい、本日はですね、この間コメントをいただいたんですけども、マジカル未来で持っていった方がいいもの、まあ、ライブの時にね、持っていくものがね、多分いろいろあるとは思うんですけども、初めてマジカル未来ですとか、ライブに初参戦するっていう方も、今年からっていう方も、珍しくないんじゃないかなと思います。はい。で、そんな方のために、僕が、今までマジカル未来、私もこれで6回目、5回目、6回目かな、行くんですけども、うん。それなりにね、知識と経験を得てますので、その知識と経験がね、皆様の役に立てばいいなと思いまして、はい、今この動画を撮ってます。本日ね、マジカル未来とライブ等でね、持っていくといいもの、個人的におすすめのものをね、いくつか紹介していきたいと思います。はい、それでは続いてみましょう。はい、バシヤとみくみんチャンネル。はい、では早速ね、見ていきたいんですけども、マジカル未来に必要なものといっても、物販を見ずに、ライブだけ見に行くっていう人に関しましては、まあ、正直なところ、ほぼいらない。そうだね、水分補給できるためのペットボトルでしょ。で、それから、身長が低い方だよね。まあ、これは女性限定になっちゃうんですけども、厚底ブーツだとか、まあ、そういったものがあるよね。うん。あとは、メガネとか、割とちっちゃく見えちゃうんで、メガネとかあると、もっとはっきりくっきり見えると思います。メガネとかコンタクトね。うん。あとは、当日必要なチケット。うん。それから現金でしょ。うん。あとはそうだね。ペンラーがあれば、持ってきましょうって感じ。これに関しては、ペンラーに関しては、会社で手に入ることのパターンもあるので、うん、本当にライブだけ見に行くっていう人に関しましては、あまり問題はないかなと思います。わざわざ並んでとかね、そういうのいらないと思います。あとは事前通販とかで、ペンラーが売られることもありますので、うん。まあ、その辺で買えばいいんじゃないかなと思います。あとは、ミクちゃんたちを、しっかり応援するっていう心構えだよね。うん。で、かつ、周りの人に迷惑をかけないっていう心構えがあれば問題ないんじゃないかと思います。はい。さて、続いて物販に行く方ですね。まあ、おそらく大体の方はこれが必要なのかなと思います。うん。マジカル未来では、ライブの他にね、隣のエリアでね、物販をやってるってことがあるんですけども、うん。その物販では、いろんなグッズが売られますよね。うん、それこそ公式物販だけではなくて、それぞれの企業さんが出してるパターンもありますので、うん、いろいろ必要なものが出てくるんじゃないかなと思います。はい。で、それにちょっと必要なものをね、まとめてみましたので、見ていきたいなと思います。はい。まず、先ほどの、ペンラの話になってくるんですけども、ペンライトの箱っていうのがあるじゃないですか。最初に、買った時についてくる箱っていうか、まあ、ブリスターというか、に関しましては、うん。そのまんまね、ペンライト入れといて、で、当日っていうか、ライブ本番になったら使うっていうな感じでもいいとは思うんですけども、うん。ゆきちゃん、りーちゃん、ちょっとごめんね。はい。はい、これ、100均で手に入るやつなんですけども、ペンライトを入れるための、ポーチみたいなのが存在します。はい。この中に3本ぐらい入れてるんですけど、こちらですね。はい。これが2018、2019、こちらが2019か。うん。私こんな感じに入れてるんですけども。はい。よいしょ。このペンライトを入れる袋っていうかポーチっていうのがありまして、うん。公式物販で売られたことがほぼないんですけども、ちょっとね、日焼けしちゃって色がくすんでるっていうのがちょっとおかしなことになってるんですけども、はい。こんなものが売っております。はい。で、最大4本ぐらいまでは入るのかな ?4、5本入るとは思うんですけど、まあ3本ぐらいが目安でいいんじゃないかと思います。はい。まあ、そういったものもあります。はい。これちょっとふわふわしている素材ですので、ある程度は吸収して、衝撃をね、吸収してくれますので、うん。リュックの中にこれ1本入れておく、1本っていうか1個だけ、ね、入れておくだけでも、だいぶ変わるんじゃないかと思います。はい。これはね、結構重宝してるんだよね。あとは、マジミラの2018の頃だったかな、に1回ね、ペンライ入れるための、ポーチみたいなのが販売されたことはあったんですけども、あれ以来売ってないからね、もう1回再販してほしいもんですね。はい、そしてもう一つですね。よいしょ。まずこちらは、スッキリ書類収納ファイルってのがありまして、うん。これも100均で売ってるやつですよ。これに大丈夫って書いてあるね。はい。これ何に使うのかってとこなんですけども、その物販のところで、ポスターなり何なりね、結構もらうんですよ。うん。
で、それを集めてるという方ももちろんいらっしゃいます。はい。で、それをすっきり入れるため、傷つけないため、折れないために入れるための、こういうのがあります。はい。で、もちろん、これに関しましては、これだけではなくて、よいしょ、そういったね、書類だけではなくて、よいしょ、もちろんクリアファイルなんかも手に入ると思います。そういった場合は、もうちょっと大きい、こういうのもあるんですよ。これ、グッズが今、まさかいっぱい手に入ってるんですけども、はい。ちょっとバカッと開けてみると、こんな感じで、今、グッズをね、いろいろ私、ごちゃごちゃこの中に入れてるんですが、このケースに関しましては A4 のクリアファイルなんかも入りますので、うん、クリアファイルを入れるのに使うのも OK ですし、あとは、大体物販でありますガチャガチャの景品だよね、缶バッジとかいろいろあると思うんですけども、その缶バッジとかを入れるためにこの箱を入れ、用意していくっていうのは正直ありだと思います。うん。おそらくなんですけどね、大体の方はこういったケースで、入れずにね、まあ、大体、最近は見なくなってきましたけども、真面目な初期の頃とかはね、なんか、カバンの中にこう、缶バッジとかわざわざ入れて、ガチャガチャ入れながらね、移動してたっていうパターンもあると思うんですけど、私もそのうちの一人だったんですけど、こういったものがあると、缶バッジとかをね、こう、綺麗に並べた上で、持っていくことが可能ですので、はい。これは、ぜひ、真似していただきたいなと。思います。うん。これは100均、これもね、100均で手に入るものですので、クリアファイル入れたりだとか、ポスター入れたりだとか、ポスターじゃない、チラシ入れたりだとか、うん。あとは缶バッジとか、ガチャガチャ手に入るアクリルスタンドとか、アクリルキーホルダーとかあるんですけども、まあ、その辺なんかをね、入れておくといいんじゃないかなと思います。グッズ収納に関しましては、これが1個あるだけでだいぶ違います。はい。まあ、プラスチックでできていますので、取り扱いには十分注意してほしいんですけども、はい。まあ、そんなもの、こんなものね、用意していけばいいんじゃないかなと思います。はい。さて、それから、他にもいろいろあるんですけども、あとは、そうですね、いらないクリアファイルなんかを1枚持っていくと、そういったチラシとかをね、入れた上で、さらにそのクリアファイルをケースの中に入れていくっていうような感じなこともできますし、うん。あとそうですね、ペンライト。まあ、大抵大丈夫だと思うんですけども、ペンライトが万が一電池がなかったとか、つかないとか、不良品とかあると思うんですけども。はい。そういった時に、実験用で新品の乾電池なんかを持っていくと、現場でね、確認することができますので、現場でもし買った場合はね、うん。っていうのがありますので、はい。なんで、そういったね、なんだろう、缶バッジとかも、缶バッチでね、乾電池持っていくといいんじゃないかと思います。缶バッチって言ってたらいいんじゃないですか。で、基本乾電池に関しましては、単4かなが入ってますので、うん、単4の乾電池を2本、まあ、あるいは4本持っていけばいいんじゃないかなと思います。はい。当日、会場で買う方に関しましてはね、うん。乾電池を持っていくといいんじゃないかと思います。そうすればね、急激な電池切れってまずないと思うんですけども、はい。ね、あるとまた違いますので、入れておくといいんじゃないかなと思います。なお、乾電池を持っていく場合に関しましては、乾電池同士がね、接触しないように、立ててこんな感じに接触しないようにだよね。乾電池2本がこうやって接触すると、ここに電気が発生しますので、当たり前ですけども。はい。まあ、それはちょっと危険なので、2本がこんな感じにね、収納できるジップロックなんか持っていくといいんじゃないかなと思います。はい。はい、それとあとはですね、まあ、現金とか持っていくのは当然だと思うんですけども、もしガチャガチャとか回す人だったら、現金とか、現金で、小銭を100円玉ね、いっぱい両替してね、持っておくと便利だと思います。はい。これに関しては注意点が1個あって、ゲーセンとかで、簡単に両替ができるんですけども、それは極力しないようにしてください。はい。一応現地でもね、ガチャマシーンの、100円玉両替のために、両替は一応できなくはないんですけども、できるんじゃできる、できるっちゃできるんですけども、はい。あらかじめ持っていくと便利です。っていうのはお伝えしておきますね。はい。で、それから、今はまだコロナ禍ですので、アルコールティッシュ。まあ、アルコール、まあ、ウェットティッシュだよね。うん。があると便利です。現地でね、物を食べたりとかすると思いますので、手とかね、それから口周りとか、拭いた後に、ご飯とか食べていくと、いいんじゃないかと思います。うん。これに関してはおそらく現地でね、待機中にやることが多めだと思いますので、うん。はい。まあ、アルコール、ウェットティッシュはあっていいんじゃないかと思います。はい。
で、それからハンカチ、まあ、これは常識の範囲なんですが、あとは折りたたみ傘、急激な、ね、雨だとか、そういったものがありますので、あると便利です。はい、あとは、これに関しては持ってる方だけでいいんですけど、モバイルバッテリーとかね、携帯の充電のね、消費が激しいと思いますので、待ってる間とかね、多いと思いますので、はい、あると便利です。はい、それからあと、真面目に関しましては、まあ、大体夏とか冬とか、まあ、微妙な感じの時にやるんですけども、万が一夏にやる場合でね、今年とかもね、そうなんですけども、はい、日焼け止めとか、必要でございます。と思います、うん、これに関しては女性だけではなく、まあ、男性も、ね、気になる方もいると思い いますので、持ってると便利かなと思います、はい、あとはまあ着替えかな、これに関しては当日泊まる方に関しては全然問題ないかと思うんですけども、1日だけ来て帰るって方はいらっしゃると思いますので、それに関しては、着替えがあった方が便利だとは思います。はい、とりあえずこんなもんかな。あとはもう、ゆくちゃんたちを応援するっていう気持ちと、それから、マジカル未来で、そうだね、存分に楽しんでいくっていう気持ちさえあれば問題ないかなと思います。はい、あとはまあ交流会とかしたいなって方ですね、今年エンカウントとかしたいなっていう方に関しましては、名刺なんかも持っていくといいかなと思うんですが、まあ、コロナ禍ですので、気になる方もいらっしゃると思いますので、無理な名刺交換をしないように、って感じかな。私も今年ね、円滑する予定があるんですけども、名刺をね、持っていこうかなと思っております。もしマジカル未来に来る方、私をね、会ってもいいよって方いたらね、もし時間が合えば、円滑しましょう。円滑と、お会いして挨拶する程度なんですけども、はい。まあ、そういったものご興味があれば、私のところに、私のコメント欄とかにね、あるいはツイッターに遊びに来ていただければ、はい、と思っております。はい。はい、というわけで、今回はマジカル未来に必要なものですね、をちょっと用意、いろいろね、用意させていただきました。また、まあ、とりあえず自分でパッと思いついたものをね、いろいろまとめてったらこんな感じになったんですけども、はい。参考になればと思います。はい。特にね、やっぱりこのケースだよね。100均で手に入るケースっていうのが、もう見事に、個人的には初めて知った時は盲点だったなと思いました。確かにこれ1個あるだけで随分違いますので、これはマジでおすすめできます。はい。で、ペンライトに関しましても、つい最近まで、ペンライトをね、買った時の、ブリスターっていうか、に入れたまま使ってました。っていう方もいらっしゃいますね。使ってたっていうか持ってったっていう方がいらっしゃったので、まあ確かに傷はつかないんで、あれが一番安全帯は安全なんですけども、こういったペンラ袋とかあるとね、また違いますね。そちらの方もね、ぜひね、検討していただければと思います。この辺全部100均で手に入るものですもんね。ちょっとね、フラット100均行っていただいて、買っていただければと思います。はい。この動画に関しまして、おそらく質問がいくつか、出る方は出るかなと思いますので、またコメント欄でね、その辺を教えていただければと思います。これわかんないよとか、これどこに売ってるのとか言っていただければ、お答えしますので、はい。聞いていただければと思います。あとは、私ね、お会いして、ちょっと挨拶したいよって方いらっしゃったらね、私の名刺もお渡ししますので、はい。今作ってるんですけども、はい。そちらの方もね、ご連絡していただければと思います。まあ、それに関しては本当に、ツイッターかインスタグラム、どっちかにね、来て、遊びに来ていただければ、対応することができますので、ちょっと YouTube のコメント欄だけでちょっと対応できませんので、はい、その辺はちょっとね、よろしくお願いします。はい。こんなもんかな。というわけで、今日はマジカル未来に必要なものをね、ちょっと一覧で、まとめてみました。紹介しのバシーと、ミクとミンでした。はい、またねー。またねー。ミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、動画の評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。それではバシーやとミクとミンチャンネルをお願いします。